YouTube に就職しませんか、ということでね、今回はねサラリーマン暮らしと YouTube とちょっと比べてみようかと思います。まあでもね、私は YouTuber になることはあんまりおすすめしないですね。 YouTuber になることなんでおすすめしないかっていうと、 YouTuber になりたいという例えばのお子さんがいるじゃないですか。お父さんお母さんが YouTube で当ててないんですよ。で YouTube を学ぶところもないんですよ。ですんでね、見よう見まねになっちゃいます。そして多分お父さんお母さんは子供が YouTube になることをどちらかというと期待はするけど、実際を止めるんじゃないですかね、進学を進めるんじゃないですかね。私はね YouTube だけやっときゃいいと思いますよ、で例えばね、サラリーマンを10年やって、新入社員22歳23歳から始めてね、10年やって年収400万とかはまあ可能だと思うんですよ。年収400万ね、日本人の平均年収でしょ。これはそんな難しいことじゃないんじゃないかなと思います。それでもいかない人が多いですけどもね。で、かたやね YouTube ってまあたっぷりとって10年で年収2000万は十分可能ですね。で YouTube から YouTube というところを使って年収2000万なのか、それともね YouTube じゃない他の会社かなんかにお勤めで年収400万なのかと聞くと、どっち選びたいですか。そして就職した会社は年収400万をもらうためにどんな無理な注文も答えなきゃなりません。上司、部下、同僚、理不尽なこともいっぱいあります。でもね、 YouTube は好きなことをやればいいんですよね。好きなことを継続して稼いできるわけですよ。さあどっちを選ぶかなってことなんですけどね、吉谷さんはもう答えが出てると思います。で今日の動画のまとめですけども、私もね YouTube 最初から収益になったわけではありません。むしろ最初はね、何をやってるのか分かんない状態でした。でもね、こう思うんですよ。無様なことでも続けていけば生き様になるんではないかなと。そして今私は多分生き様になってきたところではないかなと。久保さん YouTube の人でしょ、っていうことならもう生き様になってるんではないかなと思うんですよ。YouTube たまにやって稼げない人でしょ、じゃないんですよね。 YouTube で暮らしてる人なんですよ。これぞまさに無様を続けると生き様になるということなのかなと思いますよね。では以上です。